今回のこちらの動画、まずは、レクサスミーツ日比谷さんが、6月1日で営業を再開しました。で、今までずっとコロナウイルスの影響で、レクサスミーツ日比谷さんおろか、東京ミッドタウン日比谷さんも、ずっと営業を休止していた模様でした。で、ようやっと、緊急事態宣言が解除されたということで、6月1日で、こちら、レクサスミーツ日比谷さんも営業を再開してまいりました。非常に嬉しい限りです。なんで、今回はこのレクサス RCF に乗りまして、首都高の様子を軽やかに走りながら伺っていこうかと思います。で、何度かこの RCF 乗ったことあるんですが、なかなか速くて、でもって加速力抜群ですので、かなり面白いマシンです。それではどうぞ。今回は、ちょっと久々に、レクサスミーツ日比谷さんも営業を再開した模様なんで、久々にこの RCF 乗って、首都高を走っていこうと思います。今まで何度かこの RCF 乗ってきましたけど、なかなかこの RCF 面白いマシンですよ。で、しばらくこのレクサスミーツさんでもちょっとテストドライブはしてなかったっすね。結局コロナウイルスの影響だったんで、何だったかな、レクサスミーツさんもそうなんですけど、BMW 東京ベイさんとか、あとは、あとは、メルセデスミーか。ほう。しばらくちょっと首都高も走ってなかったから、走り方ちょっと一瞬忘れつがちかなーって思うけど、でも大丈夫、ちゃんと車間距離取って走れば、大丈夫で、さっきのその続きなんですが、結局今のこのレクサスミーツさんもそうですし、あと BMW 東京ベイさんも同じですし、あとはメルセデスミーさんもそうですね。営業再開したのがどうやら6月1日だった模様なので、ちなみに僕も
6月1日以降に、メルセデスミンさんと、あと BMW 徳兵衛さんでも、まあ試乗はしました。まあメルセデスミンさんはまあ変わってない感じで良かったです。で、 BMW 東京ベイさんはちょっと市場のルールが思いっきり変わったところがあります。なんか有料になったそうです。なんだっけな、例えばワンナワートリップっていう公道を1時間走り回るやつがあるんですけど、そいつを2台走れば3000円、基本的に2台で3000円みたいな感じですね。およそ1キロ先、羽田方面です。それで、なんだっけ、東京ベイさんの敷地内で走行性能を確かめるやつと、あと東京ベイさんの周辺の道路を走り回るそのテストドライブのタイプもあるんですけど、そいつが30分で、なんで1時間だと、そいつを2台やる感じで3000円ですと4台走れる感じになりますね。で、ちなみに、まあ、あともう一つはこの首都高を走り回るっていうタイプもあります。でもって東京アラートがなんか発令されたかどうか分かんないけど、でも今このレインボーブリッジが夜になると赤く点灯されるんだとかと。結構比較的流れてて走りやすいな、今日は。走りやすい。結構気持ちよく、なんかスピード出せる感じだな、今回は。でも、なんだっけな、土日のこの時間帯はコロナウイルスの前でも、これよりも若干多いぐらいかな。まだやっぱりコロナウイルスの渦中だからそんなに多くないんだなという感じだな。で、これで湾岸線、まあ目指すところは例のごとく
辰巳第一パーキングエリア。あ、湾岸線ちょっと多いな。まもなく箱崎方面です。でもやっぱしこの車の交通量に関してはコロナウイルスとは、関係ないのかな。とにかく電車の中とかだと結構まずいんだよな。車の中だから。でも車の中でもちょっとまずいところはあるのかもしれないけど。左方向です。およそ300m です。まもなく右方向です。その先400m で目的地終点です。右方向です。およそ400m先、目的地周辺です。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな、待ってますよ。